四畳半帝国。ケニア界です。ベスト3を今日ゾウとキリンです。マサイ族です。飛んでます。ネックレス買わされます。もうこれは買ってください、ネックレス。まあそんな感じでマサイの村でいろいろさせてもらうんですけど、はいはいはい、火起こしの体験とかさせてくれるし、弓と棒を使ってこう火起こす、ああはい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 、そういうやつみたいな、すげえ、ができます。うまいことつけれないとどうなるかっていうと、うん、その火起こしセット買わされます言うてちょっとね張るんですよ。やっぱ弓と矢尻みたいな、うん、矢みたいなやつ、はいはい、から、日本円で多分 2,3 千円か、うん、ちょっとするんやけど、まあ、うん、その後のマサイ族の対応が変わります。それで、あー、なるほどなるほど、ま、チップやと思えば、うん、確かにね。ただ帰りの空港で没収されますだから持って帰れないです、それに。あー、なるほど。あまあちょっとそんな感じなんですけど、マサイ族は現地の村に行けるっていうのと、マサイ族ですか本当に。マサイ族です。キクユじゃないんですかその話ちょっと聞いてると。まあでも言ってた、マサイ族も、うん、まあ俺らもそういうの取り入れてってるから、ああ適応してるから。それもキクユですよね違うね、とどめてんね。あまあ何かに言ったけど、うん、民族とかの村に行けるってないかって、うん、ああ確かにね、なんかそういう世界があるんやなっていうのはやっぱもう現地でしか体験できない。そうですね、これはおすすめです。おすすめですけど、はい、もう絶対行ってください。第2位です、四畳半帝国。さあ第1位ですよ待ちに待った、もうみんな待ってるもうあの時短だ浴衣体験。さあ第1位ジョセフです。言うてましたね、なんかこの前ジョセフ。ジョセフはあのさっきからちょこちょこ出てきてるバンを運転してるドライバーです。ああ、はい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 。ジョセフケニア人なんですけど、やっぱドライバーもやってるだけで英語がペラペラです。うんうんうん。なんで基本的に言語がスワヒリ語なんで、ジョセフを通して会話することになるんです。ケニアで聞いた話のほとんどはもうジョセフの言葉です。あーなるほどね。ジョセフよっぽどスワヒリ語に明るくない限りは、ケニアはジョセフの口から聞くと思ってください。はい。ジョセフちなみに奥さん2人います。ケニアでそういう感じない。そう、ケニアは一夫多妻制なんです。そうなんや。でもジョセフは言うて英語も喋れるし、仕事もドライバーだけど稼いでるから、ちゃんとこうどっちも養ってるんだよ。ああすごい。愛情とかいう話もあるけど、うん、両方平等に養える。まあ確かにね、体力が必要になってくると思いますんで、うん、あの一夫多妻だったらなって言ってる男の方々、うん、お金を稼いでください頑張って僕の行ったケニアの旅でも1週間行くんですけど、うんうん、こう1週間も一緒にいるともうお父さんみたいになってくるんですよ。はい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 。ジョセフがね、いいこと言うんですよ。はい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 、名言的なね、うん、このツアーの中でお土産物屋さんによるみたいな時もあって、海外旅行あるんですけど観光客ぼったくられます大体。はい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 。の時にジョセフやっぱいるんで、後ろに行ったら、うんうんうん、なんで聞きに行くんよ、ジョセフ、はいはいはい、このお土産物ってこの値段で言われてるけど、うん、相場とか思ったら高いんかな、はいはい、安いんかなみたいなことをジョセフに聞いたんですよ、うん、僕が。ジョセフ、うん、なんて言ったと思う。思い出は価値が入ってみたいな。思い出の価値が入ったら妥当だと思うよ。そう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 。舐めとるジョセフ。ジョセフを舐めてる。だから言ってほしい、ジョセフに会ってほしいんだけど、ジョセフは俺はドライバーで生計を立ててると同じように、あいつも土産物屋さんで生計を立ててる。だから俺はあいつの商売の邪魔になるようなことは言わない。ただ俺が大事やなと思うのは、このものが相場がいくらかとかそういう話よりかは、お前がその値段でそれを欲しいと思うかどうかと思う。おージョセフジョセフ本当にかっこいい。これジョセフに買わされたんじゃん。違う違う違う、ジョセフ買わせるとかないんだジョセフはあの、うん、そういうさっきのいろいろ買わされるとかあったけど、うん、本当にそういうのに関与してこう。あ、はい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 。もう、買わされてる時とかもジョセフに助け求めたらなんか遠くの方でこうバンにもたれかかるみたいな。四畳半帝国。でも最終日やっぱもう寂しいねん。ジョセフとはもう1週間旅を共にしたから、うんうんうん、で向こうってドライバー
に最後チップを払う瞬間があるんで、あの友達と一緒に行ってたんやけど、うん、いくら渡すジョセフに、うん、相場を一応調べようと。あ、はいはいはい。でまあどれぐらいか忘れてたけど、まあ、例えば3000円ぐらい相場やったとした時に、いやでも俺らはジョセフにはお世話になったから、うん、それの3倍お1万円ぐらいで渡そうと。おーおーおー、最終日ジョセフにありがとうって、うん、まあ、これからも元気でなみたいな感じで言って最後チップを渡した、うんうんうん、もうジョセフ見ずにパッて取って、これをありがたくもらっとくよ、これがいくらかどうか俺は気にしないし、うん、でもお前らはずっと俺の第二の息子だみたいな感じで、またあのいつでも何かあったら連絡してくれよっつって、ジョセフのメールアドレスみたいなのを渡してくれて、日本着いたらもう絶対連絡するから、女性が元気でなみたいな感じで終わったんやけど、そのメールアドレスを帰りの飛行機でなくしちゃって、女性がそれはもうちょっとそれっきりなっちゃったんやけど、でもあの本当にもう素晴らしいで、もうこのケニア行った価値の4分の3はやっぱ女性。いやでも分かる、伝わる気がする、うん、それは女性風じゃないかもしれないけど、うん、その現地の人とはいはいはい、旅を共にする人がいると思うんで、はい、その人とも仲良くなってください。もうジョセフの派の名言もあとまだ10個ぐらいある、ね、ジョセフ会しますね。あ、いらないです。四畳半帝国、まあこれで皆さんケニアに行きたくなってきたと思うんで、うん、ぜひ興味を持った方は、まあコロナとかもありますが落ち着いたら、うん、ね、ケニア行ってください。普通にちょっと興味出たかもしれないでしょ、うん、あの他にも俺アマゾンとかも行きたいから、え、行こう。まあ、なんでアマゾンとかに行きたいかっていう話もまたします。はい。じゃあ今日はアニマルチャンネルみたいな。終わりますね。はい。ケニア会でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタも見てね。